皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほと、はい、ということで今回はですね、バッグ5000円分にチャレンジ。もう5000円分買ってすでにここにあります。結構すごい量じゃない。大まかに言うと、はい、飲み物は3つで、シェイクが3つ。そう、シェイク飲みたくて私で、バーガーが3つに、なんか今ご飯のやつが夜ってるんですね。で、ご飯バーガー、そう、ご飯バーガーが2つで、計5個そうになりますね。で、サラダが3つに、チキンが、チキンっていうのが1つと、ホットパイ、アップルパイが2つと、ベーコンポテトパイが1つと、このナゲットの15ピースが1つと、ポテト3つです。まあ、意外と5000円分で、まあ5,610円分です、はい。まあ食べれるよねって感じ。まあ多分ママも食べるかな。3人で。まあ3人だね。いけるよ。はい。頑張ろう。頑張ろう。じゃあ食べていきましょう。はい。ということで、いきます。せーの。いただきまーす。ちょっと私さ、バーガー食べていい？もちろん。君何から食べる？チキンカツを食べちゃった。いただきます。チキンカツ。ナゲットついて食べる。美味しそう。いただきます。バーベキューとマスタード。すごい。美味しい。これなんだっけ？ドレッシング。美味しい。何食べてんの？今ね、ご飯のチキンカツ。めっちゃ美味しい。すごいね。飲み物も飲まないでバーガーに。お腹すかせて食べてます。一応雑談でもします。そうね、どうですか2人とも。学校は、学校は、学校ね、超楽しいよ、マジで。美味しい。え、マック久々じゃない？めっちゃ美味しい、本当に。本当よかった。え、久々ですね、マック食べるの。マックの美味しさってあるよね。たまに食べるとね、美味しいよ。何よりは飽きる。そうね。きーちゃんはさ、たまに口見た方がいい。すごい口の周りを汚すとなんて、皆さん気にしないでくださいね。きーちゃんはね、口の周りすごい汚れちゃうの。さ、一応さ、動画回ってるんですよ。綺麗に食べてもらっていいですかね。ハンバーガー綺麗に食べれる人いるの？いるでしょう。ね。私マジでさ、全然綺麗に食べれはね、家でのんびりで、ね、うん、もうさ、小学校ね、なんか日記があって、うん、日記書いちゃったことを書かない、うん、え、そうなの？すごいな。毎日同じだなと思って書くことがなくて困ってんもん。最近昨日買い物行ってんもん。昨日ニトリ行ったって書いて、うん、ニトリ今日まだ朝だと思ってんのって言ったから書いてないんだけど、何した？でもさ、お昼近くまで行くの言ってたじゃん。うん、誰とも。うん。ていうかもう、しーちゃんね、あ、一応9時半ぐらいに一回起きたんだけど、なんか眠そうだったから、
まあ、1週間に1回ぐらい思いっきり寝なと思って、寝なって言われて、そう寝かして寝たら11時ぐらいに、そこからご飯、お昼ご飯、朝、ランチだな、ランチ、朝昼ご飯食べて、お風呂に入って、うん、そこから支度して、うん、髪やったり、服がやったり、あと、ベーコンレタスバーガー、ジミの好きな。ジミマックって言ったらそれじゃない？昔のテリヤキとか食べてなかった？それ私がこれ食べて、うん、ジミも食べてハマった感じだよね。マジでベーコンレタスバーガー美味しい。うん、私も一押し。女性の人は好きな人もいる。なんだろう。ヘルシーなイメージ。カメラが電源切れちゃって急遽携帯で撮影しております。だからちょっと画角が変わっちゃったんですけど、すみません。ママサラダ食べてます。私今コロンに開けてます。あ、コロンね、コロンが来ちゃったので。コロン、私もサラダ食べてます。もういっぱい。ゆみちゃんまだノルマ超えてないんじゃないの？ストレッチしよう。ラジオ体操。立ってジャンプとか。コロンがいるから。そっちでやるんかい。こっちだ。これでちょっとジャンプ。痛い。はい。お腹痛くなるよ。ママだよ、ジャンプしろって言ってた。なんかママだよ。なんかよくさ、大食いの人ってさ、ジャンプするじゃん、お腹いっぱいになると。なんか手ブラブラしないよ。なんか胃の、なんか落とすんでしょ、食べ物を。この辺にある食べ物を落とすとか言って。面白いね。言わないよって。言わない。知らんけど。うちら今食べてるのが7時なんですよ。夜の。そうだ、もう7時。絶対太るよね。
今日遅くなっちゃってね。うん。明日の朝私ちょっと我慢しようかな。うん。朝ちょっと控えようかな。ん？リミはお腹空かなそう。私も明日の朝ゼリーとかにしようかな。マジ？はい、完食しました。してません。はい、じゃあ残したものを発表していく。その方が早いよね。でもマジで食べてよ、本当に。でも結構食べました。私、バーガーリコ食べた。これリミちゃんが残したポテトと、とリミ分のサラダ ラダと、あとリミ分のサラダ。全部リミのせいにしてる。ナゲット4つ。え、これだけ残ったの？あ、あとチキン、チキン。あ、リミ用の。リミ食べるって言ってなかったのね。チキンね。で、好き食べる言ってないよ。ごめんね、冗談だよ。あとは全部食べたかな？うん。すごい？すごくね？あ、これ。もう食べちゃったわ。ごめんなさい、これ半分だけ残しました。すいません。リミの責任を取って食べるとか言ってたのに。でもバーガー1個食べたもん。私2個だよ。そうなの。あと私アップルパイとこのなんかベーコンなんとかパイと食べました。あとポテト1個全部私1人で食べたし、サラダも食べたし、2本飲んだし、結構食べたくね。素晴らしい。ということで、残ったのは明日の朝とかに食べたいと思います。はい、冷凍して、それか明日の夜かなですね。で、まあでも頑張った方だな。頑張りましたね、皆さん。はい、太るわ太るわ。8時だわ、やばいわ。太るわ。デブ活最高ということで、それではバイバイ。グッナイ。また見てね。グッナイ。